こんにちは、美容師道場の直吉です。今回のテーマはこちら、ミドルから切るショートで理解を深めよう。はい、で今回の、ポイントは3つあります。骨格をブロッキングで理解するっていうところと、あと毛の落ちる位置を知るっていう、あとは頭の軸っていうのはどこにあるのっていうのを考えられるように、していきたいかなと思います。で、まあ、今何話してるのかよく分かんないと思うんですけど、この、3つのポイントを知れるようになったりとかすると、毛流れ強い人とか、癖が強い人とか、あと生え癖だったりとか、毛流が強い人とかに対してかなり有効な、ショートの切り方になってますんで、切り方ちょっと難しいです。ちょっと簡単な切り方ではないんですけど、ちょっと上級者用ですけど、これね、切れるようになるとね、かなりねショートの幅増えると思いますし、お悩みだったりとかにもね解決できるようなカットできるかなと思いますんで、ぜひとも見てってください。お願いします。お願いします。じゃあブロッキングの説明からしていきます。ここ超重要なんで、超重要ですね、超重要なんでしっかり聞いてもらいたいんですけど、まずブロッキングで分けたこの3セクションの役割から話していこうかなと思います。で、アンダーが、ここになるんですけれども、ここは襟足だったりとかもみあげの長さを、作ってくれる場所、アウトラインですね、で、ミドルはいつも通りあのフォルムだったりとかウェイクだったりとか、はい、まあ、その形を形成するところですね、はい、で、上が、動く毛、オーバーセクション、オーバーセクション、自由に動く系なんで、はい、ここはデザインという形になってきます。はい、で、これの取り方、ちょっと説明していこうかなと思うんですけど、これ前上がりなんですか？これね、前上がりに見えるかもしれないんですけど、基本的に軸が1個あって、ここ？おお、なるほど。このね、オーバーの、まあ、ゴールデンポイントって言えばいいのかな、その人にもよるんですけど、ここにブスッと軸をこう刺してあげて、はい、これに対してこうスライスを引いてるから、こう考えるとまあフラットで作ってるんですけど、なるほどなるほど、この軸に対して丸みを考えてる、丸みを考えてると、なるほど、だからオープニングでも言ったように丸みに合わせた、カットができますよと。で、取り方としては、まずアンダーをこめかみとボンノクをつなぐ、で、その後に、オーバーの8ですね、で、1回取る、で、そこからこれを軸に丸く取ります。なるほど、その人の頭の形によって、ここの丸は変わってくると思うんですけれども、ここ8が決まれば、ここ丸く1周取ればいいだけなんです。そうすると、おのずとアンダーとオーバー決まるから、ミドルが出てくる。で、ミドルから切っていくと。なるほど。そうすると、もうかなりね、切るのも簡単ですし、毛流れが強い方とかにはすごく対応しやすくなるかなと思うので、まあ、一つのね、切り方として覚えておいてほしいので、まあ、今から切っていこうかなと思います。はい。はい、じゃあ、まず、前髪の方からガイドちょっと決めていこうかなと思います。はい。で、ここら辺はデザインなんですけど、奥行きはもう、さっきのオーバーとつなげちゃっていいかなと、はいはいはい、すごい縦長の感じの、前髪になるんですけど、分け目ないスタイルになるので、まあ、このぐらい取っても全然平気ですよと、はい、まあ、長さとかこの辺とかデザインですし、流す前髪とかにもしてもいいと思いますし、そこら辺はお任せします。はい、本当はねこれ何回かに分けて切った方がいいと思うんですけど、今回ちょっとザクッと切っちゃいます。はいはい、はい、じゃあここから、ミドルを切っていくんですけれども、ここの頭のこの円あるじゃないですか、はい、この円と同じ丸みを引き出します。ここに分かりますか、この引き出す、なるほど、ここに対して同じ角度、スライスと一直線になってますね。そうです、そうです、はい、一直線に持ってきます。で、最終ゴールのここも同じ角度に欲しいんですよ。なるほど、こういう形で、はいはいはい、だこれを軸にこのままこう上がっていくイメージですね、ミドルは、はいはいはい、こういう形で、はい、で、ここで好きなウェイトをまず決めますよと。バックセンターですもんね。そうです、バックセンターなんで好きなのを決めます。ここですね、これで8だから、ここでウェイトが決まると。そうです。これ重くしたければもっと45度にするべきですし、今回ちょっと90度で切ってますけれども、はい、こういう形に作っていきますね。
でもうオンベースで、オンベースでこれは切っていきます。スライスは放射状ですかね。そうですね、まあ縦スラ気味の放射状で、まあここを軸にこう放射になってるようなイメージですね。さっきのこう目指したところで。そうです、そうです、はい、そうです。ここで放射じゃなくてここで放射っていうイメージです。はい、はい、でこれ切っていくのねちょっと難しいんですよ、うん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 、緑どんどん上に上がっていくんですよね。頭の形が上がって。なるほど。すべてガイド通り切ってる感じですね。そうです、すべてガイド通りで、後ろにガイドあるんでそこをすくいながら切っていけば何も怖くないかなと。でもうほんと見るのはここの丸み、はい、ここから一直線に引き出せばいいだけなんで、はい、ちょっとずつ上がってくると思います。はい、じゃあどんどん展開していきますね。これもここの一直線ですね、うん、だちょっとずつこう切っていく角度が上がっていくんですよ。なるほど。これをね理解して切れるようになると大きいっすよね。そうですよね、頭の丸みを理解しながら切れるってことですもんね。そうです、そうです。どんどん上に上がってきてるのが分かりますか。はい、こことかはもうここの丸みの位置がここになってくるんで、もうこの辺まで引き出します。はい、最初のブロッキングがかなり大事ですね。そうなんです、それが本当にガイドになってくるんで、もう切るのは本当にそれに合わせてただただ切っていくだけなんで、そんなに、ね、難しい、うん、ちょっと理解できないと難しいのかな。次はここの丸みがこう来てるから、そうです、ここら辺に引き出すと、はい、ここが一直線のイメージですね。そうです。でこれ長くはなるんですけど、顔周りだったりとかは後から切りますんで、はい、最後はここからこうですね、はい、はい、そうするとこういうウェイトができましたよと、はい、前髪に対してこういう形でウェイトがこうできてます。でここからこの下のアンダーを作って上をつなげていくという作業になります。はい、はい、直吉とアブタは美容に熱く仲間思いのスタッフを大募集しています。詳細は概要欄のリクルートをご覧になって、で LINE 公式アカウントから質問やお問い合わせください。一緒に横浜ナンバーワン目指しましょう。目指しましょう。はい、そしたら緑切り終わったんでアンダー切っていくんですけれども、アンダーは、アウトラインをまずバックはねこの形を先に作っちゃおうかなと思います。作った方が分かりやすいですよね。そうです、慣れてきたらねこのまんま普通に、インターナルとエクスターナル一緒に切っていっちゃってもいいとは思うんですけど、まあ分かりやすいように今回はエクスターナルアウトラインから先に作ってやっていこうかなと思います。はい、はい、
まず前上がりにね、まあ、どっからどうつなぐのかっていう話ではあると思うんですけど、どういうラインにしたいのか、まあ、ざっくりでもいいんですけどね、どういうラインにしたいのかだけちょっと決めといた方がいいかなと。まあ切っちゃいけないところはどこなのかっていうのを作りたいってだけですよね、はい、ここから作るときは。はい、はい、そしたら、今緑がこうあってあってアウトラインが設定されてるんで、この間をただただ放射状につないでいきますと。さっきのスライスと一緒ですね。一緒です。一緒にこことここをつないでいきますよと。はい、このミドル切り終わった後はもうすごい楽勝ですよね。そうですよね。出てくるところをただただ切っていけばいいだけなんで。はい、じゃあそのまま、サイドの方まで進んできます。はい、サイドはあれですよね、アウトラインさっきみたいに決めちゃうとちょっとバランス難しいですもんね。そうです、バランスちょっと難しくなりやすいんで、このままバックとミドルとつなげながらサイドのアウトライン作っていく感じですかね。うん、そうですね。はい、でちょっとね、ここのアウトラインに関してはね、気持ち後ろに引いた方がいいと思います。ほう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 。この顔周り近く。なるほど。うん、後で顔周りのデザインがしやすく。そうです、そうです、そうです。どうしてもこれオンベースで切ってっちゃうとこの辺切っちゃうんで。そうですよね、えぐれちゃいますよね。そうなんです、そうなんです。まあ理解する人だったら全然切ってもいいかなと思うんですけど、ちょっとこう前下がりにこう引いてってあげた方がデザインの幅は広がるかなと。この後、はい、はい、ここにウエイトできて、このアウトラインね。で、アウトラインの形はここ前上がりに上がって、こっから後ろに引いてったんで前下がりになってます。うんうんうん、うん、で、前下がりに引いてたんで、この顔周りのところがこうやって残ってますよね。はいはいはい。ここを今からこう前髪とか繋いで。そうですね、前下がりに残してなかったらもうここがなくなってますもん。あ、そうです、ここが変なこういう形になっちゃってたりとかすると思うんで、こうやって残すことによってデザインが効きますよと。はい、うん、はい、で、こっからの顔周りの切り方とかはいつものやつです。概要欄に貼っときます。はい、いつものやつをご覧ください。もうここもデザインなんでね。そうですよね、好きなように切っていただいていいかなと。しとこうかな。はい、はい、こちらの動画参考になりましたら、こちらからチャンネル登録お願いします。クリッククリック。はい、じゃあここから上のね、オーバー、さっき円作ってたところを、切っていくんですけど、ここは本当にデザインになってくるので長さはお任せします。うんうん、でも G で切ってるのでここにね長いのが出てくるんですよ。はいはいはい。だからこれを切ってもいいし、うん、残してもいいし、うん、そこら辺はお任せしますよと。もう一回ちょっとつなげて切ってみましょう。これも放射状にですね。これも放射状ですね。
切り割りました。はい、こんな感じなんですけれども、まあいつものねショートと同じような形にはなってると思います。で、今回、お伝えしたかったのは、この骨格だったりとか、髪の毛の落ちる位置だったりとか、はい、まあ、そういうところをちょっとお伝えしたかったかなって感じなんですよ。さっきのここの軸こうやってここに丸く作っていくと頭の丸みになりますよっていう、まあ、そういうのとかもお伝えしたかったんですけど、まあこういうのが分かるようになると、くせ毛の方とか、生え癖が強い方だったりとか、毛流か毛流れが激しい人だったりとか、まあ、そういう人に対してやっぱり対応ができるかなと思うんで、まあ、この切り方絶対できなきゃいけないわけじゃないんですけど、これが知ってるとかなり理解が深まってるかなと、これで切れると頭の形がすごく分かってるかなっていう形にはなるかなと思うんで、まあね、ぜひともね、まあ、これ練習の一環としてやれるとすごくいいかなと思いますんで、まあ、ぜひともね、ここまでレベルが上がったらすごくいいかなと思いますんで、ぜひとも練習してみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。アブちゃんの動画の方が市民売り上げ伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。